ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか。ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。登場会がどうなろうと俺には関係ない。お前は登場会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。あんたにそんなこと言われる義理はね。俺はな、桐生さん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在だったけど今は違う。親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よく分かってるじゃねえか。あ？お前の言う通り今の登場会にそんな価値はねえ。幹部連中も金勘定ばかりして昔の意向はなくなった。でもな、俺はまだ信じてんだよ。何をだ？風間のおやっさんや島野、そしてお前の親父さんがいた頃の強い登場会を。もう一度あの頃の登場会に戻るにはお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。1年前組をむちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。何しやがる。どうだ、少しは目が覚めたか。ふん、変わんねえな。昔から力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。Right!